殺の落とし後の遠距離攻撃きつすぎる。ツバメの量すごすぎ。こんなのどうやって勝ちゃいんだよ。ゾンビいっぱい出しすぎだから。皆さんどうも、ストリートファイター新キャラドイヒーです。エドモンド先生です。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きニャンコ大戦争を頑張っていきましょう。今日はレジェンドステージやっていきましょう。レジェンドステージなんて余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。そういえばレジェンドステージゾンビ出てくるようになってたんだった。もう余裕じゃありません。結局余裕じゃないのかよ。だけどしっかりゾンビ対策してるから大丈夫。まずは壁を壊していこう。早く壁倒さないとタッちゃんの遠距離攻撃がやばそうだね。タッちゃんだって近づけたらよっちゃんだよ。どんどん攻め込めって、でっかい飛行機がタッちゃんの攻撃でやられてる。これはもう人生終わり。人生は終わらないと思うけどかなりヤバいね。このままやられちゃいそう。他のキャラ出せばよかったよ。これはピンチ、ピンチ取り越してポチペンチポチポンチってなんだよ。でっかい船があっという間にやられました。そしてこのままグイグイ押されていって負けちゃいました。あちゃピチパーン。タッツの落とし子やろうめ。全然よっちゃんじゃなかったね。どんな敵が出てくるか分かれば大丈夫。おならがブー。今回はいきなりニャンコンボで所持金アップだ。そしてゾンビ対策キャラを出して時間稼ぎだ。壁の動きを止めてゆけ。そして出てきたらタッツの落とし子、こいつはムート猫で倒していくぞ。いけ。思いっきり後ろに吹き飛ばされてるよ。吹き飛ばされたことによってワインちょっとの腰の攻撃をかわせたからいいんだよ。あ、また壁を蹴散らしてタツの落とし子野郎に攻撃だ。やった、倒せたぞ。これでもクリアだ。まだクリアじゃないでしょう。だけどあとはうんこチンチップしか残ってないから楽勝のシュッシュのショー。ゾンビ対策キャラをどんどんと出していきましょう。あとはゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出した。どんどんと押してゆけ。いい感じに押してるねって。押し返されてるよ。ちょっと待ってよ、一旦タイム。攻撃してくるのをやめてください、お願いします。ああ、やられちゃったよ。あじゅびじゅばー。タッちゃん倒したらいけるんじゃなかったのかよ。今のは恥ずかしいからなかったことにしようかな。なかったことにするんじゃないよ。次こそ絶対勝つぞ。リベンジアレンジマジマンジ。さっき同様ムート猫でこのタツの落とし子野郎を倒していくと思いきや、ムート猫やられちゃった。人生終わり。これはまたタツの落とし子にやられて終わりだよ。諦めずに頑張りなさいよ。でも吹っ飛ばしてるおかげでタツの落とし子野郎に近づけてる。これならいけるかもしれない。いけるどころか勝ち確定。コロコロ意見が変わりすぎでしょう。やったぞ、タツの落とし子野郎倒せた、勝ち確定。そう言いながらここから前回負けてるでしょう。今回はちゃんとゾンビを処理して、あとはムート猫がワインちょっと残しを倒してくれるはず。だけど吹っ飛ばしていけばいくほどワインちょっと残しの攻撃を一気に食らっちゃうよ。これはピンチ、ピンチ逆から呼んでチンピー。チンピじゃないよ。どっちも引かない戦いが行われてる。そしていけ、ムート猫。グイグイ押していってワインちょっと残しを倒してくれ。だけど全然近づけてないよ。せっかく出したっていうのに全然役に立ってない。これはもう人生終わり。いや、もう世界の終わりだよ。でもムート猫攻撃食らわなかった。これはまだいけるかもしれない。どんどんと進んでいけ。でもどんどんゾンビが復活してくるから全然近づけてないね。もうムート猫すり抜けて攻撃してくれよ。それは無理でしょう。ああ、みんな一気にやられた。あじゅんぴじゅんぱーん。さすがにこれは負けかな。お金はあるからみんなが出せるようになるまでまた耐えるんだ。みんなで力を合わせて何
なんとかここを耐え切ったぞ。そして演歌バンドの皆さんを出していく。なんだよ演歌バンドって初めて聞いたよ。あとはワインちょっと残しただけだ。これならもういけるでしょう。お金を貯めてムート猫も出してガンガン攻撃で消えちゃった。なんか強くなってない？もう一体だけなんだからさ、すんなりやられてよ。ぐいぐい攻めてこないからじっくりと倒していきますか。たっぷり時間をかけて倒せたぞ。あとはトークをしてクリア。楽勝の出所の勝。どこが楽勝だよ、ズタボロだったじゃないか。こっから調子上げていきましょう。まずはニャンコンボで所持金アップだ。なぜ所持金アップしたかわかるかな？お金を貯めて強いキャラをすぐ出したいから。ただ僕がお金が好きだから。そんな理由かよ。ここはまず鳩野郎が出てきたよ。波動出てくるステージだから0号機を早く出したいね。所持金アップしてるおかげですぐに出せたぞ。このまま一気に突き進め。ハート野郎をいっぱい倒してお金も貯まってガオも出せたぞ。これならあとは寝てても勝てるでしょう。それは無理だよ、壁とかちゃんと出しなさいよ。壁だけじゃなくて鬼にゃんまも出していくよ。ここからどっちも引かない戦いだ。だけど波動対策してるから余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。この調子でどんどんいっちゃおう。ここはゾンビと黒い敵がどんどん出てくるな。とりあえず敵いっぱい出しとけステージかな。ただ量出してくるぐらいならこっちはもう対策してるからね。でやばいやつが見えてきた。アンコウだ。こいつに動き止められたらこれはきついかも。もう人間失格だよ。なんでそうなるんだよ。あー動きを止められた。止められてる間にやられちゃうよ。次々とキャラを出していくしかないなーってすぐ止められた。もう諦めるしかないな。だけど前線が頑張ってるよ。ほんとだ、押されずに必死に戦ってる。このままいけー。結局は勝ち確定なんだよね。さっきあんなに諦めてたのにね。このまま押されずに頑張って戦っていく。だけど徐々に前がやられてってるな。なんでこんなに前がやられだしたんだ。途中にスカルボクサーが出てるよ。あいつが邪魔で前線に行けてなかったんだよ。そう簡単には勝たせてくれないな。あとはもうムート猫に一気に突き進んでもらうしかないな。アンコを倒してくれって一気に動き止められた。難しすぎるよこのステージ。むずすぎむっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。気づけばムート猫もやられてるよ。そして敵の量多すぎだな。この量はきついね。倒しても倒してもだね。でもこっちだってゾンビ対策キャラは量産型だ。どんどん一気に出していこう。そして鬼にゃんまでアンコウさえ倒しちゃえばいいんだから。だけどなかなか厳しいね。行ったかと思いきやまだ生きてるのかアンコウ。だけどここからキャラがいっぱい溜まったのかどんどんと押していくぞ。そしてアンコウやっつけた。アンコウ倒したらもう簡単ステージ簡単。おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。このままトークをしてくれよ。どんどん調子が出てきたぞ。このまま勝っちゃおう。ここは早めにゾンビラクダが出てきたな。動きは遅いから壁を出してお金を貯めていきますか。だけどツバメも出してくるのか。これは厄介。ツバメだけじゃなくてゾンビワニも出てくるのか。ここを必死に耐えてくれ。お金さえ貯まれば強いキャラ出せるから。強いキャラ出せたら余裕のよっちゃん89歳。お風呂熱い。年取って暑さ感じにくくなってくるからね。さあ演歌バンドの皆さんを出したぞ。射程は勝ってるのかな。やっぱりラクダの方が長いんじゃないの。頼むから頑張って勝ってくれ演歌バンドの皆さん。でもいい感じで戦ってくれてるんじゃないの。押され出しちゃってるな。どうにかゾンビラクダ倒してもらいたいよ。だけど倒せないまま演歌バンドの皆さんさようなら。ゾンビラクダめちゃくちゃ強いな。強すぎ強コン1歳半。強
ポンベイビー。このまま一気に負けちゃうか。だけどお金が貯まったからいけまとめこう、一撃で倒した。結局は楽勝のショッショのショーって数量のツバメ出てきた。なんじゃこの量をやめてよ。次から次へと出てくるよ。そして投攻撃されだしちゃった。負けちゃいました。あじびじばー。あんなの勝てるわけないでしょう。どうやって勝ったらいいんだろうね。その後も一気にツバメラッシュでやられちゃう。勝ち方が全然わかりません。どうやらコウに一気にダメージを与えツバメみたい。ちょっとずつダメージを与えてちょっとずつツバメを出せってことか。倒し方さえわかればよちゃん。本当かな。攻略法も見てリベンジだ。まずはゾンビラクダを倒していきましょう。できればゾンビキラーで倒しておきたいね。復活されたら邪魔だもんね。頼んだぞ演歌バンドの皆さん。やった。あとは一気にダメージを与えないようにしないと。でも演歌バンドの皆さんがグイグイいっちゃってるな。これは嫌な予感。早く出てきてくれツバメ。おお、いい感じに出てきたぞ。あとはこの勢いに耐えるだけ。全然耐えれてないけど大丈夫？大丈夫じゃないよ。どうすりゃいいんだよ。気にキャラ出してお金だってなくなっちゃったよ。あれ？だけど耐えれてる。このまま勝てるか。なんとか押されずに済んだね。これはもう勝ったね。だけどまだ出てくるから気をつけなさいよ。先生ったら心配性だな。さっきのを繰り返せばいいだけなんだよ。さあまた一気に出てくるから壁でみんなで耐えるんだ。さあどんどんキャラを出していきましょう。どんどん押されてるけど本当に耐えれるのかな。まあ見てなさいって。って予想以上に押されてるの。これはもうダメかも。結局ダメなのかよ。だけど動きがちょっと落ち着いたかな。これ以上押されないようにみんな頑張れ。だけどめっちゃ押されてる。結局負けるのか。これはかなりヤバそうだね。もうとう目前。これはピンチ。ピンチ通り越してポンチペンチポンチポンチ通り越してチャンス。なんでチャンスになるんだよ。なんとかギリギリのところで耐えれたよ。もう負けると思ってたからこれは。うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎてハピ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 ピー。あとはトークはしてクリア。楽勝のショッショのショー。大苦戦だったでしょうが、そろそろ楽勝でいきたいな。次はいきなりマンボウ。マンボウマンボウ。遠距離攻撃厄介なマンボウマンボウ。変な歌歌わなくていいから。あとはスケスケビロンビロンも出てきたよ。これぐらいの敵だったら余裕余裕余裕のよっちゃん。余裕余裕余裕のよっちゃん。よっちゃん餅を詰まらせて病院へレッツゴー。レッツゴーじゃないよ。恐ろしい歌だな。とりあえずどんどんお金を貯めておこう。だけど暴走機関車トーマスが一気に攻めてきた。と言っても天使対策はちゃんとしてるしお金もいっぱい貯まってるからね。動きを止めて各駅停車トーマスにしてやりましょう。どういうぶっこいてて大丈夫かな。余裕どころかおならもぶっこくよ。そんなことしてないで戦い集中。トーマスがかなり暴走しちゃってるの。全然妨害してくれてなくて連れてくるメンバー間違っちゃったかな。だいぶ押されちゃってるよ。なんとか動きを止めれたよ。これでもう安心。安心全身破壊神ってどんどん破壊されていく。もうさすがにこうなったら無理。と攻撃されて負けちゃいました。おじびじばー。機関車トーマスどころか新幹線ケンジだったね。キャラを変えてリベンジだ。今回は桃太郎とかぐや姫をちっちゃくしたよ。そしてみたまも連れてきた。あとは扉から出てきてこんにちはとラーメン湯切りでお湯ぶっかけを連れてきたよ。変な名前すぎて誰なのかようわからんな。さっきよりはかなりいい感じで動きを止めてるね。あとはこの遠距離攻撃をどう変えるかだけが問題。
題だね。まあやられてもやられても次から次へと出せるから大丈夫だと思うんだけどな。かなりやられちゃってるけど本当に大丈夫？やっぱり遠距離攻撃がきついね。もうこれからは遠距離攻撃禁止。勝手に変なルール決めないでよ。ちょっとヤバそうだったけど持ちこたえたね。あとは暴走機関車トーマスを倒せるかどうかだ。そう簡単にはやられてくれないね。もうこんだけ動き止められてんだから諦めて帰ってほしいよ。帰りながら自分の塔を攻撃してほしいよ。さすがにそんなことはしないでしょう。さあどっちも引かない戦いが行われてるぞ。それじゃあこっちは秘密兵器のスーパーハイパーストレッチマンを出していこう。ストレッチなんかしてないでしょう。銀河戦士コスモだから。コスモだかマリモだかよくわからんが頑張れ。だけどずっと出して進んでったら遠距離攻撃食らっちゃうんじゃないの？その通り、完全にミスったよ。ガオとか連れてこえばよかったよ。また押され出してかなり厳しい戦いだな。なかなかやられない暴走機関車トーマス。まだまだどっちも引かない戦いは続く。だけどようやく暴走機関車トーマス倒せた。残るはスケスケビロンビロンと戦士マンボ。これなら余裕のよっちゃん89歳、ハゲバレる。カツラ取ったのかな。天使マンボウも倒してトムコしてクリア。次も行っちゃおう。ここはニャンコ島で戦ったことあるようなステージ。まずはニャンコンボでぶっ飛ばし強化だ。あとはゾンビたちを潜らせないように吹っ飛ばしながら戦っていく。戦い方さえ分かってればこのステージは余裕のよっちゃん89歳杖を折る。なんで折っちゃうんだよ。どんどん吹っ飛ばしながら倒していく。そして日本のお墓が出てきたぞ。こいつに潜られたら厄介だからね。んだけどキャラたくさんで吹っ飛ばし、これなら潜られることはないね。吹っ飛ばしまくりフェスティバルで塔に追い詰めたよ。あと塔を攻撃しまくりだ。ゾンビ楽勝あんたが大将。派手ですごいぞマグロの解体ショー。マグロの解体ショーじゃないよ。対策してたからあっという間に勝ちました。レジェンドステージここも終わりだ。次回はまた次のところに行っちゃうぞ。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイファンファルピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。